ホワイトランには永遠に走り回るという特技を持ったジャガイモが生息しています。ジャガイモの名前はイラバレンシアといい、スカイリムのストーリーには全く関係のないゴミのようなジャガイモです。特に紹介する価値もないジャガイモですが、特に小さなジャガイモに関する解説がなぜか好評なので、山ちゃんは仕方なく観察することにしました。ちなみに、珍しくジャガイモには母親が存在しており、ホワイトランではよくナンパされることで悩んでいることを前回山ちゃんに自慢して収穫されたジャガイモ、カルロッタ・バレンシアが母親なのです。最高級の肉だよ。お母さんと一緒に働いてるんだ。ばかりだ。果物や野菜を売るのよ。だいたいいつも楽しいけど。大変な仕事よ。大変な仕事とか言いながら、いつもホワイトランの周りをただ無限に走り回ってるだけのクソなジャガイモで、彼女が母親の手伝いをするところは周りのジャガイモ含めて一度も目撃されたことがありません。誰でさえ寒い方がよく育つ果物があるって知ってた？ねえ、ゲームしない？ちなみにジャガイモに話しかけると遊びに誘われて、かくれんぼか鬼ごっこで遊ぶことができます。遊びに乗ると周りのジャガイモも勝手に参戦してきます。オッケー、あなたが鬼よ。捕まえたまるもんですか。煽り体勢がない山ちゃんはジャガイモたちから鬼ごっこで煽られまくり、ブチギレた山ちゃんはジャガイモたちに本物の鬼ごっこを見せつけてやることに決めました。本気モードで遊んだ結果、周りのジャガイモたちを次々と収穫してしまいます。ホワイトランの住人たちはやかましいジャガイモたちが山ちゃんに収穫され、しばらくは静かなお芋生活だったことでしょう。